このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ピンコボチャンネル、さあ始まりました。ピンコボチャンネル、痛風持ちの旅人美食家 YouTuber うまいもハンターコボです。よーわーうまい。YouTube の何食べてほしい案件で第1位になりました滋賀県のご当地グルメ、じゅんじゅんを食べに行く。じゅんじゅんとは滋賀の湖北地方の方ですき焼きの総称、すき焼き味の鍋、すき焼き味の鍋のことを指すらしいんでね。具材はうなぎや琵琶湖で取れた淡水魚の他に近江牛を使ってたりとか、結構自由度が高いらしい、うん、で僕らかなりじゅんじゅん調べたけどめっちゃ高いんだよね、うん、1人前1万2000円からとかいうような料亭とか、まあ、旅館のじゅんじゅんがたくさん出てきて見つけちゃいました。じゅんじゅんを格安で、しかも近江牛のランチもいただけるお店、うん、まあ、格安っつってもいつものグルメ動画よりはちょっと値段はするんだけども、全然1万円とかしないようなお店発見したんで、そちらへ皆様ご案内しようと思います。まずは道の駅いもこの里から今日の動画スタートします。ぜひ最後までお付き合いください。ピーコは門外不出、神の芋。そうだ、ライブ用に。はい。門外不出はちょっとテンション上がるね。確かに。めっちゃ美味しそうなみたらし団子を発見。ギガ。普通の方買っちゃおう。わっ。肉いってきてるの。A4 ランク以上。美味しそう。ショート動画にいただいたコメントです。はい。痛風デビューおめでとうございます。ココスバイキング最高ですね。ということです。はい、コメントごちそうさまです。ごちそうさまです。いやー、やっちゃいましたよ、痛風。まあ、魚よりはね、肉がいいってことで、勝手にポジティブに捉えてるんだけどね。うん、あと調理方法によるような、うん。網焼きとかだったら全然油も残んないし、いいらしいので、肉中心になるかもしれないね、今後の動画はね。で、ココスのバイキングに関しては、実施店舗が決まってるみたいなので、前のショート動画、実はショート動画もね、右上のポッチから概要欄飛べますんで、概要欄に載せてあるので、ぜひ実施店舗めがけて行ってみてください。他のコメントではね、もうバイキングなくなったみたいなことを言うコメントもあったから、で近くにあったらラッキーぐらいの感じで、ぜひ行ってみてほしいと思います。今はね、大津に来てるんだけど、大津って実は行ってないね、あんまりね。結構僕たち草津とか栗東とか、あとはまあ彦根の辺りをね、中心に行動してた、今回の滋賀は。ただ今日の撮影がね、シャン楽しみだって説明です。ピーコはこれか。目的地は左側の農家レストラン大吉大塚田田店。到着しました。個室焼肉。なんか、ちょっといいところか。いや、いい店だよ、これ、普通に。ランチだったら比較的得ってわけで、予約いっぱいあったからね。うん。はい、すごい牛くん、あ、めっちゃ良い、めっちゃいいじゃん、素敵なお部屋。滋賀県の郷土料理じゅんじゅんを求めてやってきたのは大津市にある近江牛一筋農家レストラン大吉。近江牛を飼育する牧場直営のこちらのお店は創業なんと明治29年、数々の受賞歴もある予約必須の超人気店。そして雰囲気のいい店内でいただけるのは自慢の近江牛や地元の食材を使ったお料理。すき焼きやしゃぶしゃぶも気になりますが、今回のメインはあくまでもじゅんじゅん。肩バラ、もも、ロースの3種類の中からももの 150g をチョイス。さらにどうしても焼肉欲が抑えきれなかったので近江牛の網焼きランチも注文。たまには贅沢しちゃいましょう。
今日も自宅で飲んでる方も外で飲んでる方もピリピリ気軽にビールが飲めない体だからね。それ何ですか？アイスコーヒーです。あ、いいですね。もうアイスコーヒー、水、お茶しか飲んでないって昨日予約した段階で2枠11時半と11時しかもう空いてなかった、で夜は完全予約制で目の前の鉄板で焼き上げてくれるらしい。そういうようなのもあるみたいな。めっちゃいい雰囲気だ。はい、生地の方で焼いてください。あ、はい、これをさらに焼いて食べるんですか？卵ちょっと固まって混ぜてもらっていいですか？はい、あ、分かりました。これもおかわりできるんですか？できます。ご注文を呼んでもらったら。ありがとうございます。まずは本日のメイン、じゅんじゅんから。本来じゅんじゅんとは地元の食材を多く使った具材豊富なすき焼き鍋なのですが、こちらのお店では具材はお肉、トマト、卵のみというシンプルなスタイル。果たしてお味はいかに？いただきます。つけ粉のうちは胃を温めて冷めなくてはいけない。急いこう。野菜しっかりしてる。うん。160。卵固まってきちゃった。混ぜる固まる。面白い食べ方。トマト入ってる。これ絶対うまいよ。絶対うまいじゃん。思ってたすき焼き風な感じとはちょっと違う、どんなんだろうと思ったけど、早速だべ。うん、うまそう。最強。もうすでに2023年一番うまいお肉です。マジか。食べて食べて。食べた。トマトと一緒に食べる。わしいただきます。うまっ、うん、トマト合うと、ね、うん、甘じょっぱい感じ。くぐらせるんじゃなくて一緒に作っちゃう。うん、ね、なんかイメージしたのと違うよね。うまい。トマトと一緒にいっちゃう？うまいよ。だってまだ赤いよ。もう肉全然言わせない。牛乳だから。そう、最高かよ、本当。米おかわりしたい。米がおかわりするわ。完全に贅沢。そしてもう一つのメイン、近江牛の御殿盛り網焼きランチ。こちらはその日のおすすめの5つの部位ががっつり 250g いただけるランチセット。うまいの確定しているものを食べるときほど幸せなことはない。すげえね。 250g で、100g で変わるので 1,000 円も違わなかったので、したらこっちでしょ。ロースから行くか。へい。何つけよ。わさびと塩。塩だな。だよね。何、もうちょっと。お、いいね。もういただくわ。どうぞ。ああ、待って。ああ、ピンと合わないよ。お塩。お塩だよね、やっぱ。ちょっとあれ。いきますよ。はい、ちょっと愛ちゃんが
綺麗な色してるな。もういけますね。わさびとお塩。絶対美味しい。これはモモです。モモ。和風だしですよ。赤身肉って感じ？肉の味がしっかりしてるからね。辛口のでいい。うん。しっかり弾力のある肉です。ジュンジュンの少年がすごくてな。わかる。ジュンジュンめちゃくちゃうまい。ジュンジュンに結構押されてんだけど。それジュンジュンは？揚げ焼きが。まあ我々が薄切りのさ、お肉好きじゃん。好きだね。うん。ちょっとこの味しみしみな感じとかめっちゃ好きだね。すごく好み。ああ本当。何のお祝いかわかんないけど、かなりご褒美的な撮影だね今回。なぜかしら。おそらく人生初であろう。クリ。わさび塩だった。ありがとうございます。わさび塩にいたします。当たりだったようだ。ロースよりも濃厚でバラぐらい柔らかい。なんだろう、歯切れがいいんだけどちょっと弾力があり。うん。マレッで肉汁は、肉っていうかもうほらすごいの持ってるだけで。漁師連れてきてな。いいお肉食べさせてあげた。そんな量食べないから。ちょっとでいいじゃん。いいお肉を食べたっていう体験をあげたいね。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。僕たちのオンラインショップや SNS をフォローは概要欄から。前上向いてゴー、前にゴーでした。日本はうまい。うちの姪っ子みたいな感じ。若いってこと。目がつぶら。でもうちの家族の中では多分私が一番目を引くと。あ、家族の中ではね、毎日ね、二重テープつけて二重たい。いい感じに二重の線ができた。毎日やつ。最初ピーのすっぴんに食べて震えたもん。なんで天使かと思った。いや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 、ミイラかと思った。どういうこと。